ミランバ君とは、佐賀県に本社を置く、フジテレビ系列局、佐賀テレビが、著作権と商標権を持つキャラクター。2006年12月1日に当局が、地上デジタル放送を開始するのにあたり、一般公募で、マスコットキャラクターを募集したところ、同年9月1日に、全国から寄せられた、応募の中から、熊本県在住のイラストレーターの作品に、決定した。ミランバとは、佐賀弁で、見なくては、の意である。2008年12月29日から2014年12月31日まで、表示されていた、ウォーターマークは、ミランバ君の顔と STS ロゴが使われていた。2014年10月より、毎週日曜日8時55分-9:00の放送枠で、自社制作アニメ、頑張れ、ミランバ君として、アニメ化されている。アニメは、佐賀テレビの発意のもと、代々木アニメーション学院福岡校を中心に、佐賀大学文化教育学部美術、工芸家庭美術、工芸専、修の学生とのコラボレーションにて制作されている。佐賀テレビ1階の喫茶店とアマゾン内にある、佐賀テレビが運営する、佐賀市場、佐賀県内、道の駅で、ミランバ君グッズと合わせて販売されている。2010年9月に、CD が発売。ミランバ君体操、55、ミランバ君の笑顔大好き。ミランバ君の天気予報、などの BGM で使用。2014年10月に CD が発売。頑張れ。ミランバ君の主題歌。ありがとうございます。